うっちゃ、小林です。今日はですね、ちょっと今から北連ディスタンスの深川大会に行きます。ちょっと寝起きみたいな顔してるんですけど、しっかり休養を取って準備万端ということで、ちょっといい走りをしたいなと思います。これから、今5時半なんですけど、今から会場の方にね、向かっていきたいと思います。どうぞ。まあ今からちょい行くんですけど、ちょっとバリアツですね。国連にしてはちょっと暑すぎます。会場に到着しました。6時半ぐらいに着いて、だいたい25度前後ぐらいだった気がします。普通に暑いなって思いましたね。自分の顔見てどうやってますけど、ちょっと寝癖ついてるな。北連ディスタンス深川大会は日本記録を出すと牛がもらえるそうです。子牛で可愛いから食べられるのがかわいそうでした。ビエン。日本記録もらったしたらこれもらえるらしいです。選手の待機場に移動しました。深川は初めて来たんですけど、体育館が待機場ということですごく良かったです。頑張ってください。ちょっバランスを取ってください。どうぞ。ヨミさん頑張ってください。試合20分前なのに全然緊張してない。頑張って。今日の僕の勝負服です。北海道にランパを持ってくるのを忘れたのでタイツでした。今からアップ行くんですけど、ちょっとだいぶ涼しくなってきて、多分今20度ぐらいで、でもちょっと風があるんでコンディションはまあ普通って感じですね。まあさっきはちょっとだいぶ暑かったんで、さっきよりは全然マシです。暑かったのでアップは3キロぐらいで軽くやりました。暑い日は体力温存みたいなイメージでいつもやります。今アップ終わって試合行くんですけど、結構涼しくなってきたんでタイム期待できそうな感じはあります。行きます。コバが今来ました。彼って何分かな。コバが何分か27分6上げろ上げろ、コバ上げろ。プラス200。疲れてるよ。来た来た、コバ行け、コバ行け。え、27分。いや、28。31。コバ行け、コバ行け。行くかな。ラスト。いやー、いけない。27分かな。7秒、28分7秒。ベストは。ベスト。お疲れ。やりました。お疲れ。お疲れ。ナイスナイス。ありがとうございます。これ出るかな。いや、ありがとうございます。はい。よし。よし。来たな。来たな。すげえわ。ちょっとカメラ渡しとくわ。なんか俺らさっき帰るみたいやから。え、マジですか。うん、わかりました。5000と。あ、全然撮ってくれただけありがとうございます。ちょっとゴールがこっちから撮ってくれてありがとうございます。あ、全然やりました。疲れた。よう行ったな。勝利の美酒を今日はいただきたいと思います。勝利の美酒はうまいね。あ、最高。今日はね、あの北連ディスタンス深川大会に出場いたしまして、まあ、28分8秒ということでね、06秒、まあ、0.21 秒だけベストを更新できまして、日本人1位でした。イエーイ、ありがとうございます。素晴らしい好タイムということでね、まあ、ちょっとね、まあ、簡単に感想をね話したいと思います。で、今日は本当もう一言で言うとですね、あのペーサーのね、
ウガンガバゲル選手がめっちゃ神ペースで引いてくれたんで、本当今日はつくだけって感じで、まあついてたらタイムが出ちゃったみたいな感じっすね。はい、なんかまああんまり自分で走った感じはなかったんですけど、まあすごいいいペースで引いてくれたんで、本当に自己ベストの本当9割5分ぐらいはパウエル選手と本当応援してくれた人のおかげって感じです。はい、今日は本当、うん、走っててちょっとテンション上がりましたね。めっちゃ日本人もう1位とかそんな本元もう大層ないんで、もう滅相ないで、まあ楽しく走れました。まあ27分台はまあそのうち出るでしょうって感じで、まあ楽にやりましょうよ。はい、まあ冬には多分いけると思うんで出したいなと思います。はい、でまあ北連はあと網走と千歳あるんで、まあ怪我しないように、まあいいレースできたらなと思います。はい、今日はもう勝利の美酒を飲み干したいなと思います。お疲れ様でした。